たく、世の中アホばっかり。篠崎日の絵、簡単に死にやがって。ここね、下連雀南団地。随分ボロボロ。これは何かの事情で取り壊されないまま放置されているのね。管理されているのかしら。確かに足音がしたのに。あっ！何あれ？中点と。トイレ行ってくればよかった。我慢しなきゃ。すみません。
消えたい。びっくりさせないでよ。こんな時に誰これ、知らない番号。もしもし。何これ。あれ壊れたかな。やだ、もう。開いてる。すみません。怒りっぽい。人が住まなくなってから何年ぐらい経っているんだろう。お邪魔します。靴脱いだ方がいいかな。おかえり。今、人の声が。そうだ、篠崎芳恵の家に行った時の教訓を生かさなくちゃ。今回はちゃんと用意したんだから。お姉ちゃんが研究のために使ってたボイスレコーダー。2008年11月10日午後7時48分篠崎牧菜の家、捜索開始。私は大丈夫。頑張れる。あの学校とあの家をくぐってきた。水は出るのかな。大きな音で水が流れ出しても怖いな。なんでこんなにおしっこしたいんだろう。体調のせい。ダメ、このままじゃ漏れちゃう。緊張して出ないや。私まだしてないのに。天井から漏れて
山村さんの話だと篠崎牧野はすでに亡くなっているってことだけど、生活用品とか当時のままみたい。篠崎牧野が亡くなった後、誰もここに入らなかったのかしら。やっぱり怖いよ。私は大丈夫。私は大丈夫。ダメ。やっぱり帰りたい。怖いよ。手がかりって言ったって。見当もつかないけど。牧野さんの遺品をできるだけ持ち帰ってみよう。何かしら、これ。なんでここにも入ってるの？拾って。なきゃ。でも怖い。触れない。ごめんね。いけないや。遺族の人はいないのかな。他には、あ、写真。この人が牧野さん。篠崎よしえ、幸子のお母さんだ。だとすると、この女の子が。